はい、どうも、スレイヤーズロイヤルの、第4回ですね。で前回は、リナがですね、北の山の方にある、ホラー穴に入っていって、盗賊団のアジトだと。で、入ってったら、トロルに遭遇したわけですね。で、トロルとの戦闘なんですけれども、とりあえず洞窟の中なので一部の攻撃がですね使えなくなってます。まあ、なので使える攻撃の中でまあサクッと敵を片付けられそうなやつですかね。バーストフレア、とりあえずじゃあエルメキアランスでいけるかな。ちょっと微妙ですね、体力的に敵の。まあいいや、エルメキアランスでちょっと攻撃してみます。で、敵を片付けてですね、トロルがこれだけいますと。結構いますね。おお、めっちゃいた、意外と。微妙にやっぱ倒しきれないですね。一発ではちょっと倒せないと、トロルを。で、ガウリの攻撃で、ガウリの攻撃、クリティカルが出れば一発で敵を倒せると。トロルですね。じゃあ、今ガウリが殴ったんで、体力減ってるんで、こっちにとどめさして、で、ガウリはこっちと。で、まあ、殴り返すというか、やり返すだと、ガウリさんの体力ガンガン減ってくんで、みんな避けるにしときますね。あ、でラークも魔法使えるから、ラークのエルメキアランスでやれば、こいつはいいのか。ガウリさんこっちにしてみますかね。とりあえず、ガウリさんを殴るまでもなく、敵が2体片付くと。で、これで、まだまだ奥にいますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 か？残り。15っぽいですけど。あ、で、全然移動してね。移動しないと魔法届かないですよね。こいつは届くけど。じゃあ、リナたちがですね、ちょっとずつ前に出てくと。で、移動しながら、こっちの敵も倒すと。ブラムブレイザーなら一発でなんとか倒せますね。お、クリティカル出た。よしよし、これでガウリーさんでまた殴ればいいと。いい感じですね。で、そうだな、ちょっとガウリーさんが邪魔だな。まあ当たらないと思いますけど、ちょっと怖いな。一旦こっちに避けて、でまあこっちにしとくかな。まあこんな感じでですね、移動しときますと。OK。エルメキアランスをぶっ放す。で、ガウリさんで一旦落ちてるアイテムですね。このパワーアップを手に入れると。で、敵が2体まとめて今いるので、バーストフレアで片付けちゃいますかね。バーストフレアと。ファイアボールはここの中で使えないんですけど、バーストフレアが使えるんですね。で、ブラストボムも使えると。そうですね。まあいいや。その辺は置いといて、とりあえず呪文だけ打たせてですね、移動をすると。こいつでですね、バーストフレアでまとめて、2体片付けます。ただその代わり、魔法が次使えるようになるまでの待機時間が長いと。
まあ、強力な呪文ほど待機時間が長くなりますね。じゃあ、エルメキアランスが届くか。届く。よし、これで、いい感じでですね。敵に当たるはず。ガウリに当たるはず。当たんないですね。もうちょっと後ろにいたら当たってたかもしれないですけど。まあ、ここ、意外とめんどくさいですね。で、攻撃。で、回避して、さらに攻撃と。攻撃ですね。で、この、戦闘って、×ボタンを押して、この、ちょっと待ってねっていう、ここが出るまで、止めてやらないと、自分で操作するにすると、呪文打ったり、動きがなくなりますね。なんで、オートで戦ってくれりゃいいんですけど、オートにするとめちゃくちゃコンピューターがアホなので勝てないので、とりあえず自分で操作してます。そうですね、これだけ倒すと、もう半分ぐらいは倒しましたかね。あとは奥にいるやつを倒して、終了と。なんで昔やった時、多分最初の戦いでですね、なんか AI に任せて自動でやらせてみてですね、それで確かあんまりにもアホだったから使わなくなった気がするんですよね、と思うんですけど、ちょっと一回どんだけアホなのか試しに、攻撃型で、攻撃型でいいかな、ちょっと自動にしてみますね。これでどんだけアホなのか分かるはず。でも確か昔やった時すんげえ敵のやつに対してアホな行動をしてた気がするんですよね、味方が。あ、これだ。あー、だから術もバーストロンドとかゴミみたいな妙な術ばっか使うと。あー、それもあってあんまりあれですかね。これもうちょっと効く呪文使ってくれよって感じですけど、フレア、まだエルメキアランスの方が同じですね。このびっくりマークが赤ですね。次1回分待たないと魔法が使えないっていう魔法の待機時間ですね。同じ待機時間ならエルメキアランスの方が強いですよね。なんでわざわざザコイマークコンピューターなんかフレアアローとか上から順に使ってんですかね。なんか基本的に魔法選ぶ時の画面で最初の方に出てくる魔法ですね、この辺。おお、まあオート、ある程度敵を減らせば勝てるのか。まあこのぐらいのトロールって雑魚ぐらいなら勝てるって感じですかね。敵に強力な魔族とかがいるような戦いだと多分オートにしてるとですね、アホな呪文ばっかり連打して勝てないですね。あ、このぐらいの雑魚戦だったらなんかオートにして楽ができそうですね。手抜きというか自分でいちいち操作するのめんどくさいですからね。でトロルを倒しましたと。で進む戻る、多分間違った道来た気がするんですよね、なんとなく。ちょっと前の分かれ道まで戻ってみます。で、右行く。右に行くと、あ、これだ。このさすがですね。どうのこうのって。なんか、右手を壁につけて、なんかこの迷路の基本どうのこうのって。この会話が出た時が確か、正解のルート行ってるのは記憶がありますね。こっちだ。もう、全然本人そんなこと思ってないけど、見直された発言されて、まあねって。で、正解のルート来ようが、このトロルは出てくると。で、正解の道来たんですけど、今回は。失敗の道をですね、そのまま突き進んでいくと、なんか壁があって行き止まりになってて、で、その行き止まりをドラグスレイブで崩すかどうかみたいな選択肢出て、おとなしく引き返せばいいんですけど、
ドラグスレイブでぶち抜くと、また続きがあって、さらにもっと進むと、また壁があってって、で、ドラグスレイブでぶち抜くのをですね、繰り返してると、洞窟が崩落すると。で、ゲームオーバーになったんですかね、それで。ちょっと記憶がないんですけど、その辺は。ゲームオーバーだったかな、覚えてないですけど、洞窟がぶっ壊れます。こんな洞窟でドラグスレイブぶっ放して、壁をぶち抜くなよってことなんですけどね。おー、だから聞いてない。やっぱアホだな。こいつら。コンピューターアホだな。で、ガウリー殴りに行かないし。あ、お任せにしちゃった。くそ。一回で、なんか、二個動くんですよね。シュシュシュと。なんか滑った感じで。じゃあ、エルメキアランスかな。エルメキアランスぶっ放して、で、リナが何をぶっ放すか。そうですね。なんかこの辺の上から順に、この辺しか使わないですもんね。味方が。もっと他に術いくらでもあるのにって、思うんですけど、どうしようかな。そうですね。ここは何が効くかな、何がいいかな。まあ、やっぱりバーストフレアかな、範囲攻撃だし。ここにぶち込んで、まあ多分前のやつに当たるんですけど。これで、2体ですかね、多分。前のやつに当たって、やっぱり2体ですね。奥のやつにこう、当たってくれれば3体いけるんですけど、直線上にいるんで2体にしか当たらないと。まあある程度敵を減らすまではやっぱり自操作してやんないと、すんげえバカですね AI が。また避ける設定にして、まあガウリもですね、自分で操作に切り替えて殴りに行くと。これでいいかな。あ、もうこのゲームだからオート戦闘は実質役に立たないですね。自力でやるしかないと。れば殴りますね。これで殴る。で反撃してとどめですね。もうこうやってサクサク片付いてくれると本当ありがたいんですけどね。でラークがエルメキアランスと、でこっちがまたバーストフレアでですね、ここやると2体できると。なんで場所に対して攻撃をすると、敵に直接ではなくって場所指定ですね。でまあこっちはこっちで敵倒せるような術がエルメキアランスぐらいしかないんで、エルメキアランス、そして1体かわされた、後ろに下がったな。クソを外したっていうことですね。惜しかったな。でさらに倒しましたと。でこの辺の落ちたアイテムをちょっと敵に拾われる前に取りたいということで、こっちにちょっと移動して、でリナもまあこっちの方に移動すればいいかな。敵が一マスずつしか進めないような敵なんで、まあそんなに気にしなくていいかな、相手の移動は。で、パワーが上がってると。おー、で終わんないか、そろそろ敵の行動。あ、また罰を押すの忘れて、1回分余分に。とにかく罰をしてですね、毎回自分で操作する場合は止めてやらないといけないと。これがちょっとめんどくさいですね。じゃあバーストフレア、ここか。さすがにもう一個隣にあるとガウリーが巻き込まれて死にますからね。ガウリーに当たらない範囲でバーストフレアと。よし、こんな感じでいいかな。よし、
行け。エルメキアランス。エルメキアランスあるのに、なぜかコンピューターはボートにすると本当にフレアアローとかしょぼい術しか使わないので、なんでなんでしょうね。もうどんだけバカな AI なんでしょうか。で、さらに回収。こいつを回収しに向かってガウリーで殴ると。よし。で、これでまたラークが次になったら、術が使えるので、また術でですね、敵を片付けて、エルメキアランスと、とにかくこれだけ撃つだけですね。もうそろそろいいか。いや、でも、自分で操作した方がもう、手っ取り早いですよね。いや、自分で操作しよう。で、ガウリーで攻撃。おー、もうとっとと敵が倒せりゃいいんですけどね。何分洞窟の中で範囲攻撃が軒並み封印されてるんで、サクッと敵を倒せる攻撃がですね、あんまりバリエーションがないと。なので、まあ仕方がなくですね、単体攻撃系のやつで攻撃して、1体ずつ削るしかないですね。はい、倒しました。残り2体か。2ですね、残り。で、ガウリーでまた行って、あとがラーク。で、エルメキアランスと。これで、あとちょっと。もう少しで片付きますね。と、まあこんな感じでですね、洞窟の中とかこういうドラグスレイブぶっ放せない戦闘がすごいストレス溜まりますね。敵がなかなか倒せないのでストレス溜まります。時間かかって。はい、撃破しました。で、これでさらに先へ進めるわけですね。またトロール倒したんで、洞窟をどんどん進んでいくと。で、まあ洞窟進んで、この正解の道をですね、ずっと進んでいくと、最後はですね、盗賊がいると。まだ多分、どっちかな。まだ右だったかな。ずっと右だったかな、これ。さっきの分かれ道で、多分右、ずっと右でじゃあ合ってる気がするんですけどね。進む。で、またトロルが出るんじゃないですかね。違うかな。奥の方から物音がするぞ。おお、ガウリーはめっちゃ耳とか目がいいんですよね。目と耳は動物並みよって。頭以外は。あ、で、やっぱりまた、トロルが出てきますね。あ、でも物音がするぞって言ってたから、多分こっちで正解なんですよね。ただこんなトロルの住み着いてるところに、盗賊たちどうやって安全に出入りしてんだって話ですけどね。トロルに狙われないのか、こいつらは。こいつら狙われてんのに。盗賊は。じゃあバーストフレアか。な、バーストフレアぶっ放して、で、こっちはこっちで片付けていくと。まあ、お決まりのパターンになりますね。正直、そんなにですね。呪文も、ファイアボールとかが制限されてるんで、できることが余計少ないので、基本パターンが一緒になりますね。バーストフレアと。これで、3体まとめて片付いて、残りがですね、あとなんか奥の方にもまだいるんですよね、こうやって。なかなか多いと、敵が。で、戦闘止めるか。止めないと、ちょっとあれですね。殴られるか？やっぱ殴られてもいいように、逃げるにしとこうかな。逃げるにしとけば、後ろに一マス逃げてくれると。で、
ガウリが攻撃に対して反撃で、やっぱ逃げますね。ただ逃げるんですけど、また動いてますけど、でガウリーがまた殴って殴られですね。殴って殴られを繰り返して、惜しかったな。ああやってますね。でラークが次撃てるんで、ラークでエルメキアランスでこいつを片付けて、でそっちでリナはリナでですね、ブラムブレイザーが、あれでもどっちが先に発動するんだろう。リナかな。なんか技順、魔法順がリナのような気がしますね。先に行動するの、じゃあ順番こう変えときます。これでいいんじゃないかな。あ、でもラークのが先なんだ。そうか。じゃあ、行動順というか、敵が逆でもよかったな、狙い。まあいっか、どっちでも倒せたんで OK と。でガウリーさんが攻撃して倒してですね、残りまだ奥に結構いるんですよね。まだまだいると、敵が。なので一応アイテムだけ拾いに行って、リナはリナでこの辺移動しておきますかね。まあ、サクサクっと戦闘片付けていきたいんですけど、どうしても範囲攻撃できないので、なかなか時間がかかると。もっと早く片付けられたらいいんですけど、どうしても、ファイアボールとかバーストフレアだとちょっと、あ、でもリナってバーストフレアもファイアボールもステップ3で変わんないんですね。ということはどっち打ってても魔法の待機時間は一緒なのか。あ、じゃあバーストフレア打った方がお得ですね。威力高いから MP の消費は多いですけど。でエルメキアランスでですね、またとどめを刺して、まあどんどん片付けてきます。あー、かわされた。もうやめてくれ、かわすな。ただでさえ敵が鬱陶しいのに、かわされるともうほんと鬱陶しいですね。で、ここで、また移動してですね、ガウリーはガウリーで、敵を殴ると。もう残りが早く片付けたいですね。よし、ここで、終了。でバーストフレア、これ大丈夫かな。ガウリーに当たりそうな気がしないでもない。やめとくか、ちょっと怖いですね。やめとこう。でそうするとこっちか。ここなら当たらないはず。よし、これでちょっとやってみます。多分 OK のはず、これは。エルメキアランスも当たんないよな。OKOK。ちょっと味方が射線上にいると当たっちゃうので、そこだけ本当に気にしてやります。バーストフレア、頼む、もう。避けるな。攻撃ですね。こいつを攻撃と。よし、これでまた行きまーす。あ、またかわされた。もう範囲攻撃の意味ない。かわされてる。1体しか倒せない。あー、1体しか倒せないんだったらブラムブレイザー使ってた方が、次魔法使えるまでのインターバルが短くて済むから良かったですね。はい、で1体倒して、でガウリーで殴ると。もうこれだから範囲攻撃使えないとこだと、下手するとこうやってガウリーで頑張ってもらう方が手っ取り早いですね。ガウリーが突っ込んで敵に殴られ反撃してって感じで、
移動。あ、攻撃になってしまった。移動を、移動ですね。こっちに。で、まあ、ガウリーでまた殴ると。ガウリーが、思いっきり攻撃してですね、ダメージがたくさん出たと。で、あと4体ですかね。4体。さあ、何度目の、あ、4体じゃない。これで終わりか。3体か。何度目の正直だ。今度こそバーストフレア当たってくれ。頼む。で、イルメキアランスで。よし、これで終了ですね。さあ、いけ。さあ、当たれ。当たれ、当たれ。よし、当たった。これで終わりましたね。よかった。終了しました。戦闘終了と。これで多分、2回確かトロルが来たから、もうそろそろ前に進んでいくとですね、盗賊のアジトがあるんじゃないかなと思います。盗賊たちが金銀財宝を溜め込んでるとこですね。そこまで多分もう少しで近づけると思います。で、ガウリーは疑ってますね。ただのトロル。お、盗賊がトロルを飼ってる。飼ってるから攻撃されないのか。飼うってよくあること。はあ、そうなんですか。あ、で、ありましたね。盗賊のアジト。これで、お宝、お宝って。ハートマーク。いきなり入ってきてお宝よこせって。相手からしたらなんだこいつはってことですよね。これでですね。また盗賊との戦闘になると。で、まあ盗賊をしばき倒します。ここはちょっと広いですかね、マップが確か。そんな記憶があるんですけど。ただ、結局、どっちにせよあんまり強力な呪文は使えないですね、範囲の。盗賊に何しても罪にはならない。では、片付けていきたいんですけれども、まあ、こうですよね。まあ、なので、バーストフレアが当たるのかな、この奥のやつに。ちょっとわかんないですけど。じゃあ、ここかな。あ、でも、そんなに思ったほど広くもないか。なんとなく昔の記憶だと、広いかなと思ったんですけど。あんまりそういうほど広くもなかったですね。まあいいや。よし、こんな感じに移動して戦闘開始ですね。あ、当たった当たった。ちょうどいいとこに攻撃できましたね。よっしゃ、4体5体まとめて撃破。で、一応その落としたやつですね。落としてるもののとこまでは近づいていくと。こいつだけ、体当たりになった。回収しときます。で、あとは、ラークは呪文使えないので、一旦待機。で、次のターン使えるので、次になったらですね、呪文ぶっ放します。じゃあ、ダークでエルメキアランス。で、リナが移動しておきます。こうやって逐一、いろいろ入力してやらないといけないのがちょっとめんどくさいですよね、この戦闘システム。で、一発で倒しましたね。さすがガウリー。剣士としての腕は超一流ですからね。まあ、そんな盗賊なんぞでは相手にならないと。余裕ですね。で、また盗賊が来てるので、バーストフレアかな。あ、ここやれば3体当たるな。あ、うまく当たるかどうかわかんないですけど、
ここですね。ここやるとこいつとこいつとこの3体巻き込めると、盗賊、盗賊で、バーストで、よし、まとめてやりましたね。 OK、まあ、こうやって敵をどんどん減らしていきましょう。やるじゃないか。ガウリーが殴る、いいですね。で、一応ラークの攻撃もちょっとは効くんですけど、まあ術キャラは、術使える系のやつはですね、あんまり直接攻撃して敵の攻撃受けてですね、術の栄翔を無駄にウェイトを長くしたくないので、基本は直接攻撃は控えた方がいいかな。まあ場合にもいろいろよるんですけど、そうですね、まあ避けるとか逃げるにしてれば、基本殴るようにしててもまあ大丈夫かなとは思うんですけど、まあ念のため不用意なことはしない方がいいかなというだけの話ですね。ではガウリーで殴って、まあ次のターンに2人また術が使えるようになるんで、あとはもう術で、あ、殴るダメだ、ラーク殴られた。避けるにしたけどダメか、逃げるにしとかないと。ん、あれっていうか避けるにしたっけ、してないのか。さっきなんか殴り返してましたよね、そういや。こいつ、あ、やっぱりやり返すになってんのか。しまった、それで攻撃食らったのか、ダメだ。まあエルメキアランスでいいですかね。そうかそうか、もうこれが毎回戦いのたびに変えてやらなきゃいけないんでめんどくさいですね。こいつが一回入力したらなんかそれ覚えといて、毎回いちいち戦いのたびに入力しなくて済むならいいんですけど、この毎回の戦いごとに、いちいち変えてやらないといけないと。で、盗賊をですね、しばき倒せそうですね。あと3体なんで、逃げるにしとくと、こうやって後ろに1マス下がる代わりに、攻撃受けないと。まあバーストフレアして、で終わりかな。これであとは残り1体ラークで殴れば終わりですね。終わるか、これで。あ、倒せましたね。これで、撃破して戦闘終了と。で盗賊団しばき倒したんで、金品がもらえるのかな、もらえるのかな、ちょっとわかんないですけど、多分もらえるんじゃないかなと思いますね。なんか金貨とかその辺のお金関連が。内部とっとと出せば痛い目に遭わずに済むってのにって、このやってることが完全に追いはぎというか強盗まあ悪人とやってることが一緒なんですよね。強盗、お、悪人からはいくら金を取ってもいい、そんな法律ないですけどね。ないないって盗賊倒して金目のものを奪ったとして誰が困るってのよって。世の中から悪人は減るし、懐は温まるし、一石二鳥まあこれがリナですね。なんか違うような気があって、これでお金稼いで、お、金貨1000枚、だいぶ溜め込んでましたね。お、ラークの経験がアップ、ガウリーの満腹がダウン。でまあこれでお金をだいぶ稼げましたんでね、洞窟から出て、太陽の光が眩しいぜって。リナはもうご機嫌ですね。金を手に入れたんで。強盗まがいのことをした後の会話とは思えませんけどって。すがすがしい、こう、いい天気ねって。で、とりあえずこれで、ここの洞窟の下りは、もう入れないですね、これで。では、広場に戻ってですね。今度は街の外に
出てくるわけですね。まあですけど今回はここで一旦終了しようと思います。ご視聴ありがとうございました。